本日付で私は自分の兵が待つ任地へと向かう。国のため忠義を尽くし、この命を捧げようと決意している。忘れることなんかできないさ。疑いなく信じていた世界は常に変化し、今終わる。こうでなければならないなどというものは本来この世にない。どうした、食べないのか。美味しくないよ。でもそんなことを言うな。料理人が仕事を失う。ルシスの血は根絶やしにすればいい。なんだか面倒くさいことになってきたな。なぜだ、なぜお前がキーブレードを。泣くなよ、情けないぞ、ソラ。ずっと探してたんだぞ。俺は会いたくなかった。俺の中に入り込んだアンセム、いや、ゼアノートの心に何とか打ち勝ったけど、闇の力を使うにはアンセムになりきるしかなかったんだ。祖国のため、我々は最後の一兵になろうと、この島で敵を食いとどめることが責務である。生きて再び祖国の地を踏めることなきものと覚悟せよ。我々の子供が日本で一日でも長く安泰に暮らせるなら、我々がこの島を守る一日には意味があるんです。諸君らの霊に涙し黙祷を捧げる日が必ず役目であろう。世は常に諸子の先頭にある。ほら見ろ、嫌な命令されちまった。お前が戻らないなら消せとさ。やっぱりすごいぜロクサス。アクセル、今度こそ本当に思い出したか。そりゃ嬉しいな。でももう遅いぜ。生まれ変わったら会おうぜ。はあ、待ってる。その通り。何か夢があるならまず行動。人生の基本ルール、記憶したか。俺たちはとっても似ている。二人とも大事な友達に会いたがっている。お前にとって俺は兄弟子、同じ死を仰いだ者同士、理解し合えるはずだな。甘いな大野木、俺の弟子たる者が俺の分裂を見過ごすとは。お前は価値のない人間ではない。それがこの戦いでよく分かった。このわしに中途半端な術は効かん。破壊力のあるフートン系で攻め立てろ。いや、勝つ気は全くねえんだけどよ。俺やっぱ強すぎちゃうのかな。こいつら前に暗殺した林の国般若州暗部の残党です。裏から表へ出ると色々厄介事が増えそうですね。たとえそれが僕でなくても、新しい器は僕が引き入れる。この命に変えても。さすがに粘りおる。じゃがこの歯は負けぬぞ。忍びの人生とはどうやって生きてきたかではなく、死ぬまでに何をしたかでその価値が決まる。何、少し礼を言おうと思ってね。あなたが送り込んでくれたその子、すごく重宝したわ。こんな荒野でたった二人ぽっちを見つけるなんて不可能だぞと。あらゆる任務を遂行するのがタークスだぞと。それにソンさんは渡すものがあるらしい。ターゲットに。不良郵便屋、一年越しの仕事だぞと。